最初の動画では1月7日にフランスで発生したフシガ出版社に対するテロ事件、この概要についてお話ししました。そして2番目の動画ではこのフランスのテロ事件が移民問題でも宗教問題でもなく、ごく一部のイスラム過激派によるアルカイダによる犯行であるということ、そして世の中には戦争をしたい人がいるということについてお話ししました。世界の 99% の人は戦争に反対しています。ごく一握りの 1% の人々が戦争をしたいと考えたとしても世論がそれについてきません。では戦争をしたい人たちはどのようにして 99% 戦争に反対しているこの世論を戦争賛成へと導いていくのか、その参考となる話を過去の事例をもとに今回3つお話しします。まず1つ目、これは日本でも馴染みの深い真珠湾攻撃というのがあります。これは戦勝国が戦後作り上げてきた歴史の中において真珠湾奇襲として教わります。卑劣な日本人がアメリカに対して奇襲攻撃を仕掛けてきた。アメリカはこの攻撃に対して立ち上がり、そして日本に正義の鉄槌を下してやったんだというのが戦後戦勝国の作り上げてきた歴史観です。ですがこれは大きな間違いです。真珠湾は奇襲ではなく攻撃です。真珠湾に対する攻撃をアメリカは事前に察知していました。イギリスの公文書にそのことがはっきり書かれています。イギリスの諜報機関は当時真珠湾攻撃の数ヶ月前から日本がいよいよアメリカに対して攻撃を仕掛けてくるということを察知していました。日本の暗号解読を行いまして、そしてそういう情報を得ていたんです。さらにその情報をアメリカにも伝えていました。ところが当時の FBI 長官であるエドガー・フーバーはこのイギリスからの情報を握りつぶしました。それはなぜか、当時のアメリカの世論というのは7割8割が戦争に反対でした。また時の政権ルーズベルトは対外戦争をしないということを公約に掲げて大統領になった人物です。アメリカの世論は戦争に反対だった。その世論を日本が真珠湾攻撃奇襲を行うことによってリメンバーパールハーバーという言葉、合言葉をもとに、そうしたスローガンのもとに一気に戦争賛成へと世論が傾いていくという歴史があるんです。アメリカは日本に対してハルノートというものを突きつけました。この最後通牒、アメリカは日本がこの最後通帳の内容を飲むとは全く考えていませんでした。とすれば日本に残された道は戦争しかないということをアメリカはよく理解した上でこのハルノートを日本に突きつけてきたんです。しかもアメリカは真珠湾攻撃の半年以上前から日本に対して空爆をする、そういう計画があり実際に訓練も行っていたんです。口では戦争反対、戦争はしないということを言いながら日本が戦争をするように仕向けてきた。その上で日本が攻撃してくることを分かった上であえて奇襲を成功させた。これによってアメリカの国民反戦という世論を一気に開戦へと導いていったという事例があります。そして2つ目、トンキン湾事件というのがあります。これは簡単に説明するとアメリカがベトナム戦争へと介入していく、その直接のきっかけとなった事件です。ベトナム近海のトンキン湾においてアメリカの駆逐艦が何者かに魚雷攻撃を受けました。アメリカはこの攻撃を仕掛けてきた相手が北ベトナムであると断定しまして、そして北ベトナムを空爆します。このトンキン湾事件は1964年に起きましたが、その7年後1971年にアメリカのニューヨークタイムスがペンタゴンペーパーズと呼ばれる極秘資料を手に入れてこれを公開しました。そのペンタゴンペーパーズには驚くべき内容が書かれていたんです。実はアメリカの駆逐艦を攻撃したのはアメリカの魚雷艇でした。アメリカがアメリカを攻撃して、その上でその攻撃が
ベトナムのせいであると、このように相手に濡れ衣を着せて、そして戦争へと突入していく。戦争の口実を作るためにあえて自分たちで自分たちを攻撃した。これを偽旗作戦と言います。これに似た話としてノースーツ作戦というものがあります。これは実際に計画が立案されたものの実行されなかった作戦です。1962年、アメリカはアメリカの敵であるキューバに対して戦争を仕掛けたかった。その口実を作るためにノースーツ作戦というものが立案されました。その内容は一体どういうものがあったのか、具体的に言いますと、アメリカの国内でテロ事件を起こします。このテロの実行犯というのはアメリカの息のかかったキューバ人です。そしてこの事件によってアメリカの対キューバ感情を悪化させ、アメリカ国内の世論、あるいは世界の世論をキューバ戦争へと導いていくというような内容です。またこのテロ事件を起こす以外の方法として、アメリカからグアテマラやパナマなどに向かう飛行機、旅客機をアメリカの空軍が撃墜します。アメリカの F-96 をキューバのミグ戦闘機であるかのように偽装して旅客機を撃墜する。そしてその責任をキューバに押し付けることによって対キューバ戦争へと突入していくという内容、あるいはアメリカの軍人の乗った戦艦を撃沈して、そしてご丁寧にその総指揮まで出す。その上でその責任をキューバに押し付けてキューバ戦争へと突入していくというような作戦が書かれていました。このトンキン湾事件、そしてノースーツ作戦といったものを頭に入れた上で3つ目です。2001年9月11日にアメリカで発生した同時多発テロ、これは比較的最近の事件ですのでよくご存知の方も多いと思います。簡単に説明しますと、イスラム過激派のハイジャックしたボーイング787が2機、アメリカのワールドトレードセンタービル、世界貿易センタービルに突っ込みまして、そしてこのワールドトレードセンタービルは崩壊します。これによってアメリカ人が数千人命を落としたという事件です。このテロ事件の後一体何があったのか、アメリカでは愛国者法という法律が驚くべき速さで議会を通過します。わずか数ヶ月の審議で議会を通過しました。この愛国者法にはとんでもないことが書かれていました。それはテロの危険のある国に対してアメリカは一方的に先制攻撃を仕掛けることができるという内容です。この愛国者法をもとにアメリカはアフガニスタン侵攻、そしてイラク侵攻、さらにはリビア空爆といった10年間の対テロ戦争へと突入していくんです。アメリカの世論も対テロ戦争ということに対して一気に盛り上がりを見せて熱狂して、そして対テロ戦争へとアメリカは突入していった。こうした歴史があります。そしてこの 9.11 テロを起こした実行犯がアルカイダです。今年1月7日にフランスでテロを起こしたこの実行犯もアルカイダです。ではアルカイダとは一体何なのか、これは実はアメリカの CIA が作った組織です。アフガニスタンに対するソ連侵攻を食い止めるためにアメリカの CIA などが資金を出してイスラムの戦士を訓練して、そして作り上げた組織がアルカイダです。また現在このアルカイダなどと協力してイスラム周辺で問題を起こしている ISIS、 そしてイスラム国といった組織、これも実はアメリカが作った組織です。アメリカの敵対国であるシリアに対して軍事的に介入する、その目的のためにアメリカが資金を援助し傭兵を訓練して、そして作ったのが ISIS という組織です。最近イスラエルのネタニヤフ首相が日本もテロの攻撃の対象になりうるということを述べました。それと同時にイスラエル
ではなくてイスラム国、イスラム国も日本にテロ攻撃というものを明言してきました。これに関して一つ面白い話があります。元 CIA 職員であるエドワード・スノーデン、スノーデン氏がこのようなことを述べていました。フランスで起きたテロ事件は実はイスラエルのモサドが関与しているという内容です。もしこの情報が正しければ、イスラエルの首相が日本がテロの攻撃対象であるということを述べた、それと同時にイスラム国も日本がテロの対象国であるということを言ってきた、このあたりにとてもリンクしたものを感じます。そして日本がもしテロの対象となる、つまり日本国内で何かしらのテロ事件が起きるとすれば、一体その後どうなるのか。 9.11 のアメリカのテロ以降、アメリカの世論が一気に対テロ戦争へと傾いていったように、あるいは1月7日のフランスのテロ事件以降、フランス国内の世論、そして世界の世論が対テロということで動き始めているのと同じように、日本国内でも対テロという世論が沸騰していく可能性というのがあります。つまり戦争をしたい人たちがその世論を動かすためにあえてテロを起こすという可能性があるということ、これを頭に入れておいてほしいと思います。そして最後に、シリアンガールという女性がいます。 YouTube などにいろいろ動画をアップしているシリアのすごく色っぽい女性なんですが、この方はとても頭の良い方で、すごく情報分析能力が高くて、自分はこのシリアンガールさんの情報分析というものをかなり信頼しているんですが、そのシリアンガールさんが2012年に作った動画の中で面白いことを言っていました。当時の2012年前後のシリア周辺の国、中東の国々において、あるいはイスラエル周辺の国々において、どうも何者かが宗教国を作ろうとしている、神権政治を持って治める国にしようとしている、そういう動きがあるということを2012年3年ほど前に言っていました。今回1月7日のフランステロ事件以降、世界のメディアというのがどうもこの事件が宗教対立であるかのように煽っている節というのがあります。こうした事件と、そしてシリアンガールさんの分析、中東で宗教国を作ろうとしているというようなこの分析というものを合わせて考えていくと、もしかしたら何者かがこの今回のテロ事件、対テロ戦争へと世界の世論を動かすために引き起こして、その上で中東全域を巻き込むためにこれを宗教対立として煽っているというような構図というものが浮かび上がってくるんです。自分は最初の動画で、今回のフランスの事件が第三次世界大戦になる可能性は低い、その代わり対テロ戦争といったものと同じ構図であるということを述べました。それがつまりこういうことです。この後、日本でもしテロ事件などが起きたとしても、それによって日本が対テロ戦争といった世論に沸騰していってしまうと、こうした動きに日本も巻き込まれてしまう可能性があるということ、これはぜひ考えておいてほしいと思います。今回は以上です。最後までご覧いただきましてありがとうございました。